はい、おはようございます。今日もね、朝のコメダにいます。今日は台風一過でね、すごい暑いので、まあいつものって言えばいつものなんですけど、たっぷりアイスコーヒー、じゃあいただきます。コーヒータイム。今日はね、ブルーボトルのやつですね。ブルーボトルはね、のコーヒー豆を、まあ、先に使ってしまいたいなというので入れちゃってます。あと微妙な量なんでね、微妙な量、他に残ってるやつと合わせて明日入れようかなっていう感じですね。で、今日はね、昨日台風が来てたんですけど、結構ね、雨がすごくて、雨とね、風がすごくて、まあ一日中降ってるってわけではなくて、なんかすごい雨と、なんか雨が止むみたいなのが繰り返しだったんですけど、それでもね、降ってる時はもう外真っ白になるぐらい降ってたんですよね。で、それでね、今日はもう本当にね、台風一過っていう感じで、もう、あれですね、ものすごく晴れてて、日差しが強いですね。痛いぐらいの日差し。今日ね、朝、コメダまで散歩してきたんですけど、いやー、暑かったね、本当に。夏がまたぶり返してきたみたいな感じですね。で、あさって、今日はね、19日なんで、あさってのね、21日が、中秋の名月ということで、なんていうの、十五夜じゃないけど、満月のね、やつなんで、その時にね、晴れててくれると、まあ、お月見がね、できるんで、いいなとは思っているんで、思ってはいるんですけどね。まあ実際どうなんでしょうかね。まあ、この時期のね、天気はなかなかね、安定しないんで、どうなのかっていうところですね。で、今日ね、昨日からか。昨日からね、まあ、シルバーウィークということで、なんかニュースで見たんですけど、まあ、羽田のね、人の出が 93% アップとか言ってて、約2倍ぐらいまでね、先週と比べて多くなってるとか言ってるんで、まあ、この緊急事態宣言の中でね、みんなどこ行くんだっていう話なんですけど、またね、その、まあ、ワクチン進んできましたけど、またね、コロナとかが、の人数とかがね、増えないといいですね。はい、コーヒー入れ終わりました。はい、じゃあね、早速いただきたいと思います。はい、じゃあ今日はこっちということで、アロマで飲みいただきたいと思います。じゃあいただきます。うん、いい香りがする。アロマはね、ここの口がね、こう、てか細長くなってて、飲んでる時に、なんていうのがね、まあ、どっちかというとね、テイスティンググラス、ワインのテイスティンググラスみたいな形状に近いから香りが立つんだと思うんですよね。うん。うん、美味しい。じゃーん。餃子をホットサンドメーカーで焼いてみました。なんかね、クラファンで餃子専用ホットサンドメーカーみたいなね、怪しげなものが売ってて、それを見たらね、餃子を焼きたくなって餃子を焼いてます。